見てください。めちゃめちゃ焼けました。最近ね、沖縄の石垣に行ってきて、とあるね作品を作ってきたんですけれども、もう本当に髪もめっちゃ明るくなったし、なんか昔のね僕に戻った感じがするんですけれども、はい、そんなね雑談を置いといたとして、今日はですね、最近僕の YouTube で作品かなり投稿してると思っていて、キャノンさん、パナソニックさん、あとマイヤー2021、映像ねめちゃ綺麗だったと思います。僕の中でもね、最近作品作り、そしてカラーグレーリングをねアップデートしていまして、改めてカラーグレーリングのフロー、流れを解説するのと、あとは最後に、まあ、味付けじゃないけど少し調整するだけで一気にシネマティックになると、まあ、シネマティックですごく抽象的なんですが、僕の基準とするかっこいいカラーグレーディングの仕上げになるので、今回は今まで解説してきたそのカラーグレーディングのフローと、あとは最後に、まあ、少し調整するとかっこよくなるよっていう、まあ、2つの要素をお話しできたらなと思っております。はい、それではね、いつも通り Adobe Premiere Pro で解説していこうと思いますので、編集画面いきましょう。はい、そんな感じでですね、今回の素材はですね、キヤノンの USR5C のあの作品、まあ、めっちゃね、いろんな方から感想といただいたんですが、そこの僕が個人的に一番好きだなと思うカットを抽出しました。で、このね、撮影の素材をカラーグレーディングしたいなと思っております。で、まあ最初からね、はっきり皆さんにお伝えしようかなと思うんですが、正直そのカラーグレーディングって撮影している時の素材が全てと言っても過言ではありません。まあ、なんなら海外のもうクリエイターさんとか、海外のまあ監督さんとかって、もうもはやカラーグレーディングをしないぐらい、もう取って出しするぐらいの、まあちょっと流行りがあったぐらい、そのぐらいもう取った素材がまあ全てなんですね。まあ、太陽の位置とか、基本的に色って、僕たちが目で見ているこの色っていうのも光源が大事なんですよね。光がその物体に、被写体に当たって、で色を発色すると。なので太陽があればあるほど色っていうのはまあ映しやすいんですよね。なのでこの時の撮影とかも、しっかりその被写体さんの右側に太陽が当たっている、で赤い傘に光が当たっている、で片方がまあ影になっているっていう、もう太陽の位置を明確に認識してこの構図を撮って動きをつけてもらっているので、撮影時の素材がもうそもそもいいんですよね。はい、なのでそれ前提でカラーグレーディングをしたいなと思ってます。撮影時にもう構図とか光源とか被写体にしっかり当たっているので、あのカラーグレーディングにあんま時間かけないんですよね。僕のスタイルって基本的にラットを当てます。でラットっていうのはダヴィンチリゾルブでも僕が作ったもう4つのラットがあるんですけれども、それをベースでもう当てて微調整して最終、まあ、あの味付けをして終わりっていう、いつものフローをねやりたいなと思っております。まあ、どういう感じかっていうと、こんな感じでグリーンを入れるとですね、じゃん、はい、基本的にシーンによって、例えばオレンジブルーとかだと海とか、レッドトーンだと夕焼けで、グリーンだとまあスタンダードに近い感じ、青が綺麗に出るという色なので、ちょっと強めに作ってますと。だから薄くして微調整していくわけなんですが、基本的にこれ直接ね素材に当ててしまうと、あの編集がちょっとめんどくさくなってしまうので、調整レイヤー作りましょう。まず調整レイヤー、調整レイヤーで、カラーグレーディングというか映像の質、クオリティをまあ上げる一つのまあエフェクトとして、クロップっていうものがあるんですね。でクロップはいわゆる上下に黒い縁を入れることで映画風な印象になると。だいたい 14% ぐらいが結構海外のクリエイターさんでも映画でも使われている、まあシネスコって呼ばれるものですね。はい、これだけでもすごくね世界観が出てると思うんですが、この調整レイヤーもう一つ下げます。この下にカラーグレーディングの素材を追加していくイメージですね。そうすると一つのこの素材だけじゃなくて、この調整レイヤーを引き伸ばせば他の素材にも同じ色味を当てれるという良さがあります。はい、調整レイヤーにまずラットを当てます。でやっぱね、ダヴィンチリゾルブとかで編集するのが、まあ、一番なんて言うんだろうな、色の、まあ、出方、色の調整がまあよくできるんですけれども、やっぱねプレミアのね編集力みたいなものがまあ強くてですね、僕はまだねダヴィンチは使ってません。はい、ダヴィンチで基本的にオリジナルラットっていうものを作り出して、それを常にストックしていると。でシーンによってラットを当てて微調整して終了。なのでカラーグレーディングにあんまり時間かけないっていうのがまあ一つありますね。まあこれはね僕のスタイルなので、もちろんね撮影時がまあ全てだと僕は思ってるので、このスタイルになってます。
はい。で、まずラットはですね、色、ちょっとね、これ強すぎるんですよね。なので、少し個人的には色を下げてあげる。強さ。このキャノンのログに関しては、まあ、73% ぐらいですね。で、基本補正いくかと思うんですが、僕カーブでまず調整しちゃうんですね。カーブで、黒レベル、引き締めます。はい。このカーブが、基本補正よりも最も微調整ができると。ハイライトを上げます。ここで S 字カーブ、S 字を作ってあげると、より、コントラストが明確になります。これだと強すぎるので、さっきみたいに微調整ですね。基本的にラットでもうほぼ組んでいるので、あんまり大げさにしない。で、こういう風にコントラストが明確だと、より非現実な演出になるし、逆にシャドウを上げると、ふわっとした演出になる。みたいな、自分の作品によって微調整してみてください。はい。今回こんぐらいかな。で、ここから、例えば、この赤い傘がちょっとオレンジ色だと。赤の色っていうのは、まあ本当に作品それぞれなんですが、もう少し赤の色味を強調してあげたいと。そういう時はカーブの色相。これで赤の色をポイント、抽出してみてください。はい。そうすると、こういう風に出ますよね。3つの点が出ます。これを調整すると赤の色が変わります。はい。で、ここで彩度を上げることもできたりとか、まずは赤の色味を変えたいときはこの色相を押すと。そうすると、自分の好きな赤になる。で、もう少し僕は深い赤がいいんですよね。なので少し上に上げて、もっとがっつり赤にしましょう。はい。で、彩度上げる。ですが、赤だけ上げるっていうよりかは全体的に上げたいなと思うので、基本補正のサイド上げるとか、あとはクリエイティブの自然なサイドだと肌の色は保ったままサイド上げるってこともできます。はい、こんな感じですね。で、あと僕空間的にもっと夕日っぽくしたかったら色温度をオレンジにしたりとか、青くしたかったら青くするみたいな。でも青くしすぎるとこの赤色が変わってきちゃうので、まあ今かなりね程よい色味かな。はい、見てみましょう。すごくいい感じの色味ですね。で、ここまでが普段ね、僕がやっているカラーグレーディングです。で、これでもう終わり、書き出しだと思った方いると思うんですが、実はですね、アップデートがあります。はい。僕ね、作品によって変えていまして、カメラのプロモーションになった時には、やっぱカメラのリアルな色味を出すべきなので、あんまやんないんだけれども、マイヤー2021とかはやりました。これはですね、グリッジを追加します。これいわゆるケラレ効果なんですよね。昔のフィルムカメラとかって、まあ、フィルムレンズとかオールロレンズとかってケラレが出てしまうんですよね。ケラレって何かっていうと、このね、被写体がちょっとこの歪んでるように見えると、まあ、そういう現象で、本来それはない方が良かったんですけれども、まあこれはね、まあ今の現代になってもう本当に映像が綺麗になったからこそ、あえてケラレを追加することでよりね、非現実的な表現になると。まあこれちょっと見ていただけたらわかるんですが、使い方としてまず全体をネスト化します。ネスト化、これネスト化する理由ってのも後でお伝えしますね。で、グリッジってのがあります。 VR デジタルグリッジね。これを追加すると何になるかっていうと、ドン。はい。これはですね、カラーグレーディングで使っているんだけれども、なんかエフェクトとしても全然使えます。まずこれのグリッジ部分を使いたい。このね、色がこの赤とか緑とかあの青みたいなものを少しだけケラレ効果だから 5% ぐらいちょいずれさせたいんですよね。これ作品ちょっとズームすると分かると思うんですが、少しだけケラレ効果を出してるんですよ、僕の作品って。こういう歪みの複雑度とかをなくしていきます。なくすと見てください、こんな感じで。これを今ね、なんでネスト化してるかっていうと、全部見ていただけると、まあ、強すぎるのと、こういう感じで動画の本当に少し色が出ちゃうんですよね。だから、カラーの歪みを、これいつも僕やってるのは 8% ぐらい。そうすると、ほんのちょこっと、ケラレ効果が出てるんですよね。これが僕的には、すごくかっこいいし、海外のね、あの、クリエイターさんとかも、まあ、ちょっとケラレ作ったりとか、まあ、アンドレス・ヘムとか、あとはサム・コールラさんとか、結構使ってるんですよね。だから僕は、これをね、使う時もあれば、使わない時もあるって感じになってます。はい、比較してみましょう。これありね。これなし。あり。
なし。で、見てください。少しこれ右側に出ちゃってるので、ネストした理由ってのは、少しこれをスケールしてあげると。101。はい。そうすると、なくなりましたね。なので、これで問題なく、蹴られ、グリッチが追加された状態になります。このエフェクトを少し追加するだけで、今までのカラーグレーディングとちょっと違った質感になるので、まあ、ぜひね、皆さん試していただけたらと思っております。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。久々にね、カラーグレーディングの最新版をね、お届けさせていただいたんですが、基本的にね、スマートフォンとかで色をね、アップデートする方法とかいろいろやってるんですけれども、やっぱりこの一眼ミラーレスとか、シネマカメラで撮った本当に情報量の多い映像に、こうやってカラーグレーディング、色味を追加すると、もうね、スマートフォンとはちょっとね、レベルが違うぐらいの自分の世界観を作ることができるので、もしよければね、スマートフォンの方は一眼ミラーレスの世界に飛び込んでいただきたいし、一眼ミラーレスの方はシネマカメラとかね、今これレッドで撮ってるんですけれども、色ね、沼の領域にぜひ来てください。ということで、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは皆さん、バイチャ。カラグレで一番大事なこと、大切なことは何ですか？肌の色を自然にしない。不自然にしない。不自然にしない。どうやったらできるんですか？このルメトリスコープで黄色と赤 の、 直線ラインに沿って色を合わせる。伝わりづらいですね。それ難しいですね。難しくないです。